ニコちゃん、ニコちゃん、おー、せーの、はい、離して、あーあーおー、綺麗、かわいい。せーので、ハスの空、わー、はい、野中ココナです。佐々木ことこです。夕霧つづり役です。村野さやか役です。ドルケストラです。今回は、金沢をもっと知りたいツアー緊迫体験編ということで、もっと知りたい、もっと知りたいということで、こちら見えますか、皆さん見えますか、緊迫体験ができるお店、片荷さんに来ております。片荷さんです。片荷、ここも品だね。確かに今思うと、ではそうですね、あの今回のこの、まあ、制覇数この体験編では、うんうん、あの各ユニットがね、金沢の文化に触れるということで、うん、私たちは今回金沢のその緊迫体験をさせていただきます。ピアス、ピアスもある。おー、かわいい。あ、こちらは美容系？美容系ですね。皆さん美容系。金箔が入ってるんだ。すごい。かわいい。すごい。他にはあるかしら？パックだよ。だろう。すごい。大きい。え、すごくない？本当に金なんだ。金箔、すげえ。めっちゃプルプルになる。確かにめっちゃ大事なライブ前とかだね。やろうやろう。いや、そう、皆さんもね、こう見ていただく通り、うん、すごく金がすごい多いんですけれども、実は金沢はですね、うん、全国のその金箔の生産量、生産率がですね、うん、なんと 99% ということで全国を占めているんです。すごい。そうなんです。 99%、 そう、ほとんど全部じゃん。すごいよね。すごいね。すごい。それでは、うん、早速体験させていただこうかしら。お願いします。あ、ありがとうございます。すごい、金箔サンプルがここにありますのでね、金箔を貼りたいと思います。猫ちゃん、なんかね、うん、箱もあれば、うん、こう日頃使える手鏡とか、とかキーホルダーとかもあるね。かわいい。かわいい。私手鏡やりたい。私も手鏡。ずっと今スマホを鏡にして。そうだよね。そうだよね。いや、私も手鏡にしようかな。すごくかわいいんですよ。いや、かわいいよね。うん、猫ちゃんかわいい。この子だね。うん、かわいい。日頃使えるしね。ね。それでは金箔貼り体験よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず簡単に流れを説明しますね、はい、シールを貼って糊を塗って金箔を貼ります、はい、シールを剥がしていらないところを掃除したら終わりです。はい、イメージはこんな感じ。では早速デザインを決めてシールを貼り付けるところまでお願いします。はい、シールは3枚まででお願いしますね。3枚、はい、はい、種類が多いのにね。やっぱ私猫ちゃん、いや、そうだよね、うん、そこのね、あの作った、そう、出来上がったものみたいな、可愛かった、ね、かった。ここかな、ね、猫ちゃん。本当な、大きいも小さいも、本当な、なんか向きが右も左もあるの、可愛、うんうん、い。これ、猫ちゃん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 、かわいいかな。あ、違う、じゃあ私こっちにしようかな。じゃあ私は
右を向いてるワンちゃんが好きだから、うんうん、ワンちゃんにしよっかなの。よいしょ、できた。できたじゃない、取れた取れた。ちっちゃい方が可愛いかな。あ、待って、待つよ。見て、この足跡っていう項目可愛い、可愛すぎ る, ある。え、どうしよう、可愛 い, いな。で、優柔不断組。え、優柔不断だけど、ポジティブじゃない優柔不断どういうこと、どういうこと。あの、ワンちゃんはね、多分ね、大きいのなんだよね。で、なんかこの丸い感じじゃない。いいね、なんか和風っぽいというか、うん、テイストが、うん、あ、待って、これワンちゃんのボールにする。あ、いいじゃん。え、骨っこもあげれば、あ、いい案だ、ありがとう。世の中決まっちゃった。私も決まりました。だからね、はいはい、シールになってるので貼ってもらいたいんですが、うん、骨のシールと丸ちょっとかぶってます、ね、かぶってます、うん、そしたらハサミで、はい、うん、重なるところだけ切っていただいて、はい、あと貼り始めてください。わかりました、はい、いける。あ、すいません、ありがとうございます。金沢を剥がすの、うまくできるかな、うん、あ、画数だね。ね、細かいからね。あ、全然綺麗に剥がせましたわ。よかったですわ。でも、この2日間で金沢のことをより知れたよね。ね、嬉しい。嬉しいわ。100万さんにも会ってね。可愛かったね。可愛かった。なんか動きがコミカルでキャッチーだった、うん、見た目も。可愛かったな。てか金沢の自然に合ってる色だよね。なんか、え、わかるわかる。緑の中にみたいな。割と華やかだけど、なんか緑に合ってた。わかる。あ、うん、晴れました。できました。金箔専用の塗りがこの筆についているので。うん、はい。この筆で塗っていきます。はい、うん、ごめんなさい、変えちゃうんです、癖で。ココナちゃん、こういう筆系得意なの？はい、うん、そんなことないよ。私ボールペンが得意。ボールペンボールペンが得意って何？字を書くのが得意なの？なんか絵も、うん、なんか文章も、うん、私建築が好きなんだけど、絵も文章も建築、お家の設計描くのが好きなのね。はいはいはい。もう全部ボールペンの方が描きやすい。え、お家の設計描いてるのそう、なんか私小学3、4年生の時に建築家がすごくかっこいいなと思って。あー、かっこいいよね。将来の夢が一瞬建築家だったのね。一瞬ね、うん、そう。そこからよくね、描くようになったりしてたよ。だからボールペン得意なの。得意得意。昨日のあれ綺麗だったじゃん。本当？友禅染め。でもそうだね、なんか細かく塗りたい。あ、でもことこちゃんも上手だった。いや、ちょっと慌ててたから、ちょっと割とはみ出しちまったんだいや、でも器用だよね。あ、そう、あの、そろばんやってたから。そろばんやってたの？先生、これどうですかありがとうございます。筆戻してください。終わったんだ。うん、そっか、そろばんやってた。そろばんやってたんだよね、うん、え、習い事か。そう、そろばんやってる人って本当に頭いいし器用だよね。そうなの？そうだよ。じゃあ始めてみる？私？うん、そろばんね、できないな真面目から諦めちゃったそろばんちょっとできないかもしれない。じゃあ私に聞いてみていい？うん、先生どうですか？うん、OK です。ありがとうございます、はい、おー、ありがとうございます。はい、紙と紙の間に金箔が挟まれた状態でここに置いてあります。はい、うん、ふわふわなります。ひらひら、はい、なのでくしゃみ、鼻息、ここからちょっと気をつけていただいて本当に、はい、最後まで説明しちゃいますよ、はい、これに貼るとしたら
右側からいきますね。右利きの方ね、ここに金箔ありますよ。垂直に立てます。下についたら金箔のお布団をかぶせていきます。半分過ぎで引っ張らずに開くだけ。引っ張ると金箔破れてしまいますからね。できそうですか？はい、やってみましょう。うん、さあ、はい、怖いよね。さあ、垂直に立てて、下についたら倒していきますよ。よいしょ、うん、倒す倒す倒す。はい、開いて。あ、上手。おー、うん、OK。嬉しい。あ、惜しいのでね、とても薄いですね。引っ張ると破れちゃいます。そこは後で私が直します、ね、全部大丈夫。先生大丈夫ですよ。上の紙を取りましょう。指でも竹箸でもどちらでも大丈夫です。竹箸で、うん、隅の方からね。そうか、はい。さっきまで優等生だったのに。同じ感じであと2枚頑張りましょう。はい、はい、ぎゅぎゅってして、垂直で、おお。ね、垂直で持つんだよね。どうしましょう先生。先生、なんかなんかなんか分かれちゃった。いけるよ。なんか暴れん坊だね、ココナちゃんの金箔。今回はこう。え？なんでそんな震えるの？あかんない。ブル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 。最後。猫ちゃんいい感じ。え、猫ちゃんかわいい。かわいい。親しいも近くの薄紙にね、つけてください。はい。おー、きれい。かわいい。え、いや、かわいいね。かわいいね。かわいい。きれいじゃない？きれい。え、え、しゃれてる。かわいい、猫ちゃん。いや、これ愛着枠ね、自分で作るからね。え、大事にしよう。そうね、2日間かな、金沢、うんうん、ロケどうだった？何か印象に残ってることとかある？なんか歩く街並みが本当に、うん、なんかどこ切り取っても絵になるから、すごい、この映像を手持ちカメラでさ、うんうんうん、撮っててさ、なんかどこ撮っても映えるって思って、わかる、すごい楽しかったし、あとかき氷美味しかった、衝撃だったね。果肉も入って果肉入ってた、美味しかった、さ、夜ご飯のさ、旅館でいただいたのも美味しかったよね、うん、美味しかった。多分あれ金沢の文化というか、なんか伝統料理とかとか、うん、なんかご当地のもの、なんかご飯も石川県産のコシヒカリみたいなの書いてあったし、うん、金沢のものね、食べれてすごく美味しかったし、なんか美味しいのあった。のどぐろが油が乗ってて本当に美味しかった。あれやばかったね。本当に、なんかホロホロしてて、トロ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 。そう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 。すごく美味しかった。ね、美味しかった。あ、あと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 、あの丸へ行った。そう、参りして、二人でね、朝から。そう、朝から来て、うん。で、お昼過ぎに着いたのか。そう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 。12時半ぐらい。で、お寿司食べて。寿司食べたね。兼六園行って。兼六園行った。で、だから兼六園でもなんか。映え写真いっぱい撮ったよね。撮った。あとね、その帰りに、うん、なんか地元のスーパー行ったら、さやかちゃんがどんな買い物してるか分かるから、行こうって言って、うん、そう、マルエ、マルエさんに、そう、行ってきて、いただき、グリーンボール、グリーンボール、グリーンボール、僕の元気なオクラ、僕の元気なオクラ。あとナスもいっぱい。あ、ナス、ナスなんかさ、4種類くらいあったよね。あった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 。ここでさやかちゃん買ってんだなって思った、勉強になった。飲むヨーグルト美味しかった。すご
ごい金沢限定だよね多分。なんか石川県産の牛乳使ってますみたいな感じだった。から多分金沢とか石川県で買えるやつ。ここだけだ。よかった。かな、思い出いっぱいあるねでも。うん、楽しかった。うん、作品出来上がりました。ありがとうございます。綺麗だ。綺麗になりましたね。すごい綺麗できた。ラベラメいい感じ。かわいい。キラキラ、かわいい、かわいい。こうだよね。こんな感じです。見せて。え、持ち手めっちゃ綺麗。本当？うん、なんか3つ色を重ねて、なんかあれみたい。天の川みたい。天の川みたい、はい、いい例えです。ことこちゃんは？まあね、猫ちゃんと金沢で、これボールに見立ててちょっと転がってる風にしたりとか、金沢が華やかにしたいなって思ったから。綺麗、うん、なんか金沢から鱗粉が舞ってるみたいな感じで綺麗。猫ちゃんはなんかもう単体で可愛いからシンプルに、うんうんうん、で金沢もボールも華やかさをキラキラで出しました、うん、いろんな色が混ざったキラキラにしたから。そう角度によってね、複数カラーだけ、うん、すごいね、光って見えるよ。そう、キラ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 できた、嬉しい。使いたい、いっぱいね。うわ、これは大事にしたいね。よかったね、鏡が。そう、5年ぶりぐらいの手鏡。本当に20歳くらいに割ってからちょっと買ってなかったから。よかった、ずっとスマホでメイクしてた。やった、嬉しい、鏡が。嬉しい。はい、ということで、2つ持ってるんですけど。どうでした？ことこちゃん、本当楽しかった。なんか金沢のことをもっと深く知ることができて本当楽しかったし、この春のもねすごく楽しかった、うん、なんか集中するって感じの作業だからなんか苦手かなって思ったけど、すごい集中してやるのが本当楽しかったよね。本当、うんうん、楽しかったね。で、ココナちゃんは？私はそうだね、苦戦したり難しい部分もあったけど、なんか最終的に本当になんか理想のこういう手鏡になれたので良かったなって思います。あとね、こういう貼ったりする以外にも金沢は多分金箔を使ったものがたくさんあるから、ね、もちろん食べ物もそうですけど、うんうんうん、パックとかね。あ、パック、いろいろ美容系もあるので、なんかそういうのもちょっと気になったなって思いますね、はい、使ってみたい、はい。では今回は以上となります。は、今日皆さんが、お二人がね、はい、来ていただけるということで、はい、お店の方からプレゼントをご用意していたんです。ありがとうございます。何だろう。ありがとうございます。ありがとうございます。見てもらえますか。はい、せーの、オープン。すごい、すごい、みんないる。かほちゃん、さやかちゃん、ぬりちゃん、つづりちゃん、めぐちゃん、小杉先輩。これ、すごい、作った。ですよね。すいません、めっちゃタメ口。びっくりしすぎるね。これ飾ってさ、なんかめっちゃご利益もありそうじゃない、金箔で。やばい、あるある。飾る。これみんなに自慢しよう。自慢する。写真撮って送ろう。ねえ、びっくりした。ありがとうございます。喜んでいただけてよかったです。ありがとうございます。はい、ということで今回は以上となります。はい、これからも楽しい番組を作っていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。お願いします。ではせーの、バイバーイ。バイバーイ。わー、ありがとうございます。ね、嬉しい、嬉しい。うん。早くしましょう。なんか、もう中心なくなった。行きましょう。